はい、こうでしょ。ということでございます。よくわかんないと思ったら隣同士で相談してください。多少ざわついても大丈夫です。今のどういうことだったのって言っても全然大丈夫です。はい、続いてリレー。はい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 。おー、どういうこと。続いてここに投稿が止まった人。早く写真撮って、珍しいから。こんなとこにトンボが止まることなんかなかなかないんだから、早く写真撮って。トンボ逃げちゃうから今のうち早く撮って。珍しいんだ。撮れた。よし、どれ。なんだよ、写真ブレてんじゃないかよ。なかなかこんなとこにトンボが止まることないんだから、なんで写真ブレちゃうんだよ。まだいる。よかったです。はい、わーいわーい、ここまでトイレ広いですね。まだいる。ここ関節大集合。よかったら皆さんやってくださいね。終わってからやってみたら、あの人意外と難しいことやってたんだなってことも聞きますから。それではここからちょっと短いモノマネやりました。早速ありがとうございます。お子さんたち、短いモノマネがありまして、二文字だけやってるモノマネがありまして、モノマネってこう全部は難しいけど、なんか二文字ぐらいできるんじゃないかなっていうことです。例えばあのビーズのいつかのメリークリスマスっていう歌がありまして、いつまでも手をつないでいられるような気がしていたの、いただけやるっていうね。その二文字ぐらいできるんじゃないかなってことです。曲が分かんない方は雰囲気で感じてください。一回いきましょう。はい、いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。ね、全部難しいけど最後の2文字いったっていう声をやればできますからね。ぜひやってください。あと森山直太朗さんの夏の終わりってありますね。その最後のリだけやりたいと思います。はい、夏の終わり。最後だけねいればね、なんとかなりますから、ぜひやってください。それではここから気にしない体操というのがありまして、簡単なんで、気にしない気にしない気にしないんだよ。で、間に気にしないことを言っていくので、途中は皆さんも一緒にできればお願いします。右の左の両手ですという感じです。皆さんから見える同じ方向でいいです。一回練習いきましょう。せーの、気にしない気にしない気にしないんだよ。ありがとうございます。やらない人は堅くなりやらない。自分のペースがありますから大丈夫です。自分のペース守ってください。横の人もいるしね、あんまりやっちゃうと ここにこきちゃうわけですからね。うまくやってください。はい、それでは、せっかくなので、まあいろんな学校編とかいろいろあるんですけども、せっかく沖縄なので沖縄の気にしないことを言っていきたいと思います。沖縄の方はほとんどですか？どれぐらいですか沖縄の方は？あ、そうですね。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ沖縄の、気にしないことを言っていくので、途中は皆さん一緒にお願いします。それではいきましょう。せーの、気にしない気にしない気にしないんだよ。台風が来ても外に出ちゃう。はい、気にしない気にしない気にしないんだよ。台風が来てもユニオン空いてる。はい、気にしない気にしない気にしないんだよ。三重が閉まったらいよいよやばい。気にしない気にしない気にしないんだよ。高速乗ったらゴリラが見てる。気にしない気にしない気にしないんだよ。じゃあ、ありがとうございます。はい、沖縄の方からいろいろ聞いたらなんかいろいろそういうらしくて、気をつけてくださいよ。それではじゃあ最後にダイジェストというネタがあって、それをやって終わりたいと思います。あと2分ぐらいだと思います。はい、皆さんも終わる時間知ってる方がいいかと思いました。この人あとどれぐらいやる気なんだっていう。終わる時間知ってる方が安心しますから、あと2分です。はい、それでは今日ちょっと雨が降ってるので、雨の日のいろんな場面をダイジェストで、コントでやって終わりたいと思います。雨の日こんなことあるな、あんなことあるなっていうのを、切り取ってやって終わりたいと思います。それでは最後にいきましょう。コント雨ダイジェストです。どうぞ。どうぞと言っても当然俺がやるから大丈夫。全然違う人がやるわけじゃありません。ザー、いやー雨降ってきた。うわ、横から入ってきた。うわ、傘の意味がないよ。うわ、靴の中にも入ってきた。うわ、車だ。ブーンピシャ、もうどうでもよくなる。こんな感じで1個ずついきます。雨ダイジェスト。うわー、鉄棒の下に水滴ついてるよ。下の水滴こうやる。雨ダイジェスト。
よし、あそこのコンビニやろう。よし、よいしょ。よし、ウィン。ガムでも買うか。すいません、これお願いします。はい、はい、はい。ウィン。あれ、傘がない。みんなビニール傘もどれも一緒だと思って持って帰っちゃうんだよ。俺は自分のビニール傘分かってるよ。APO って書いてんだから分かってるよ。もうどれでもいいから持って帰っちゃう。しょうがない。帰りはじゃあこっちの傘で帰るか。え？あ、これあなたの傘ですか？あ、すいません。取られて取って取られて。雨ダイジェスト。いや、木をさ、こうバーンって蹴って雨粒傘でバラバラバラって受ける。この音が気持ちいいんだよね。よしくぞ、せーの、よしこい。よし来い。あれ、ちょっと思っていたより大木。これそうなんですか。まさかのご神木。というわけで以上になります。狂った夜明けです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。